これは T メニュー、このドコモの D の D メニューで、Google 検索してもこのページヒットします。そしてマイメニューというボタンをタップしてください。はい、今回解約したい読める .jp をタップ。ページを表示して下の方に一番小さいところにマイメニュー解除っていうのがありますので、これをタップ。はい、次のページにやっとこのマイメニュー解除っていう青いボタンが出ますので、これをタップ。これですね。このページが出ました。解除。はい、ここで SP モードパスワードの入力を求められます。初期設定のままの人は0が4つです。はい、以上で解除完了です。